はい、皆さんこんにちは。じゃあ、はい、今回はですね、法人マーケットへのマーケットチェンジということで、お話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、法人マーケットのチェンジというのはどうでしょうかね、奥田さん。僕なんかもう競争環境を考えてもね、法人マーケットはしんどいってもう正直思ってる世界があって、まあ、当然切り捨てるわけにはいかないんですけれども。やはり、法人のマーケット割合をどう高めていくかっていうのが、ものすごくやっぱ課題だなと思ってるんですけどね。そうですね。実際にやっぱりどんどんその、まあ、いわゆるウェブとか通販とか、まあ、その、まあ、来店型ショップも含めて、個人マーケットって、まあ、いわゆるその、一代理店でやれる、そのマーケティングができる規模じゃな、ね、無理じゃなくなりつつあるので、本当にもう、なんか地域集約でコツコツ、まあ、細々やるんだったらいいのかもしれませんけど、なかなか厳しいですね。まあ、多分個人マーケットがなくなるわけではないと思いますし、まあ、究極的に言うと、そこに注力するっていう選択肢はなくはないかなと思ってるんですけども、これ、まあ、多分ですけど、私と松本さんでこのテーマやってると、2人ともずっと法人しかやってなかったと思うんで、もともとあんまり個人やってない人間が個人マーケットっていう、なんかシフトチェンジっていうと、なんかどうなんかなっていう気もしなくはないんですが。いや、でもね、まあ、うちなんかやっぱ拠点によって違うんですよ、マーケットのところが。やっぱり歴史的な背景で、昔からやってるところはやっぱ個人のお客さんが多いとか、まあ、あと地域ですね。法人があまりない地域なんかやっぱ個人多いですけども。いやー、でも、地域関係なくね、特に今回コロナでもって、多分対象となるマーケットが広がってくると、やっぱりね、地方でもやっぱり法人マーケットをしっかり進めていくっていうことをやっていかないと、やっぱしんどいのかなっていうふうに、すごい感じますよね。これどうなんですかね。例えばその、まあ、私はまあ大阪で営業してて、まあ、全国行きますけど、やっぱり地方の場合ってお客さんがその何ですか、そのショップとかウェブとか通販じゃなくて、従来型の代理店さんに自動車保険公開で来てもらって反抗するみたいな、やっぱそんな風習残ってる感じなんですかね。まあ残ってるんじゃないんでしょうかね。ただね、実は都会ってね、別に交通の便とかの問題も含めてね、あれなんですけど、実はそういった地方の方がネットとかそういったものの活用っていうのは意外と進んでるような気もするんですけどね。本来的には。なるほど。ただ、若い人が都心に出てきてるとか、若い人が減ってきてる地域は、確かに、アナログ的な、ね、部分が残るのかもしれませんけども。なるほどですね。確かに、まあ、そのね、行くと、まあ、地方に行けば選択肢がない中で、選択しようと思ったら、やっぱりウェブ使わないと、ね、できないというのもありますからね。だからまあ、あまりだから地域は関係なくなってきてるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。まあでもやっぱり少なくとももう、まあね、これご覧になられてる方で、そういう方が該当する方がいらっしゃったら気を悪くされるかもしれませんけど、保険代理店1、零細中小保険代理店並びに保険営業パーソンで、個人マーケットに未来はないでしょう。どうなんでしょうね。いや、多分ね、個人マーケットに未練があるないじゃなくって、お客さんに対しての未練を持ってる人は多いと思うんですよ。やっぱりお客さんのことを、すごい多分一生懸命考えてきた人たちが多いんですよね。だから、個人マーケットっていう括りに対して未練どうこうっていうのは多分あまりないのかもしれませんけども、ただ、大事にしてきたお客さんが離れていくことは寂しいし、手放したくないって思ってる人たちはいっぱいいらっしゃると思います。まあでもそこね、この機会に多分変えていかないと、商売の、保険ビジネスとしての先行き、細りますよね、絶対に。まあでも、奥田さん、ここってね、すごい難しいところだなって僕も思うんですけどね、保険ってすごいレバレッジ効いてるじゃないですか。例えば、1000円の保険料がね、億単位の保証ついたりするでしょ、1000円の保険料で。僕ら扱うの1000円かもしれませんけど、お客さんにとっては1億の保証とかになって話になってくるわけであって、保険料高で確かにその保険収入の価値ってなかなか決めれないっていうのは、お客さんの立場に立つとね。そうですね。だから、やっぱりそこはですね、マーケットチェンジの中ですごく難しいんですけど、
一気にまあ変わりませんからね、そもそも、法人マーケットに。うんうん、やっぱりハイブリッドになっていくはずなんですけども、途中経過としましてはね、うん、いかに個人のマーケットについては、提案品質を下げないように効率を上げていくのかっていう話が、どんどん進んできて、うん。まあ多分効率化を進めるって話になってくるんじゃないかなと思うんですけどね、個人マーケットは。うん、あと特に例えばその、正方形で言うと、例の去年の、ね、令和元年に行われた、法人税基本通達の改定で、一部正方営業パーソンは、いや、これからは個人マーケットだって言い出してる人がいてて、それ、うん、まあまあ、確かに収益的には個人の保険をコツコツ取ってると安定はするんですけども、うん、先ほど言いましたように、その大資本の代理店とか、ライティングショップには勝てないので、うん、そこに勝負の、投資をするのは違うんじゃないかなと私は思うんですけどね。まあ確かにこれからどこに投資をするのかっていうと、まあうちなんかも確かに法人マーケットですけどね、うん、まあ当然というか、まあうちの方針としてはそうなんですけれども、うんうん、ね、まあでも確かにね、個人マーケットっていうのが今までのやっぱり生活の基盤であったっていう事実もあったりしますしね、多くの代理店にとっては。で、うん、そこの安定地盤があるっていうことが、実はこれすごい強みでもあるのが事実なんですよね。だからそこをやっぱりしっかりと守りながら、どうやって法人にマーケットをチェンジしていくのかって、これすごい難しいんですよ、きっと。そうですね。そうですね。いやーってね、契約減っていかないじゃないですか。だから既存のメンテナンスをしながら、法人のマーケットアレイを高めていこうと思うと、うん、これね、すごい時間かかります、本当に。無理ですよね、多分ね。だからもう本当にいかに早く、そこに、こう、軸足を移し始めるかっていうことじゃないかなと思うんですけどね。これでも多分、感覚的に、その、代理店っていう組織でやってるとすると、例えばその店主とか、例えばその、その法人、ね、専門スタッフで、その、一人作って個人の契約を全部外して特化させるとか、そんな勢いでやっていかないと、やれないレベルですよね、多分ね。多分ね、その方がいいと思うんですよ。多分、法人ってね、うん、誰もができるわけじゃないと思うんですね。特にマーケット開拓は。継続業務とかね、そういうのはあれかもしれませんけども、うん、法人新規ができる人ってそんな、たくさんいるわけじゃないと思いますんで。確かにね。やっぱり、それは、で、やっぱり、経験値をない、積んでいかないといけないじゃないですか。はい、はい、はい、はい。まあ、普段、もうね、週のうちの大半を個人のお客さんのメンターをしている人が、たまに法人のね、マーケットにこうね、行って、うまく話ができるかっていうと、なかなか難しいと思うんですよ。そうですよね。そうですね。うん。だそういった意味では、もう法人開拓の専門の人間、まあ、きっとこれって一番優秀な社長とかがなるんだと思いますけどね。うん、そうですね。まあ、基本は社長ですよね。うん。いや、やっぱりそういった、いわゆるロイヤルカスタマー的なものをいかに作っていくかっていうことが、まあこれからマーケットチェンジをしていく上ではすごく大事だと思いますし、でそれって誰もができるわけじゃないと思うんですよ。そうですね。うん。で、逆に言うと、全員がそんなことできますかって言っても、これも難しいので。誰かがやっぱりそこの業務に特化して、そこに必要なスキルとか知識を学んでっていうのが、実は現実的なような気がしますけれどもね。これ、例えば、そのね、そういう代理店の組織だったらそういうふうな役割分担でできるんでしょうけど、いわゆるその保険会社さんに所属しているような、まあ、損保であれ、損保であれ、まあね、専業代理店、専属代理店の場合、いたら、なかなかね、その、まあ、一人でやってたら厳しいじゃないですか。そうなってくると、もう、一人でやってるとしんどいですよね。そうなってくると、もうなんか、曜日決めて、この曜日はもう法人だけやるみたいな。うん。まあ、なんか、見張りを。ストイックな人じゃないと難しいですよね。うん、ですよね。だから、そういう意味ではちょっとね、うん、まあ、多分それぞれのところでどうシフトチェンジしていくか、ただでも、流れとしてシフトチェンジしていかないと生き残れないですよって、まあ、こういう話ですもんね。うん。まあ、多分それはね、その人の将来の大転造、どういった大転造を描いてるかってことによっては、まあ、個人でやっていくんだっていう選択肢があっても別に間違ってはないと思いますし、それはそれで僕はすごく大事なことだと思うんですよ。個人のお客さんをしっかり守っていくってことも。うん、ただまあ、これから、どうなんでしょうね。これからの競争環境とか、まあ、生産性とか、いろんなことを考えたときには、やっぱ法人マーケットやらないといけないって思ってる代理店さんが、やっぱ多いんじゃないかなと思いますね、代理店が。そうですね。うん。まあ、ね、
このテーマも答えが出ないようなテーマではありますけど、このテーマもね、まあ、答えが出ないっていうか、うん、あの奥深い話ですよね、これね。ですね、うん、どうやったら本当の法人マーケットにマーケットチェンジができるんだって。じゃあ そんな簡単な答えがあったらいいんですけども。いや多分ね、これあの別テーマで、そもそもその法人どうやって、まああのあのコンタクト取るのっていうか、法人どうやって接触していくのっていう、その、ね、マーケットチェンジのと同時に多分開拓の話もいると思うんで、ちょっとそれまた別機会にやったほうがいいですね。そうですね、うん、ちょっとあのなんか大きなテーマが続いてますけども、あの、うん、どんどんこれをちょっと細分化していってですね、そうですね、より具体的な話にできればなと思いますね。ですね、はい、次はまだ、法人開拓の話しましょうか。了解しました。まあ、ただね、本当に法人マーケットで強みを作っていくっていうのは、多分一つのね、大手にとっての大きな戦略だと思いますし、はい、まあ、引き続き、ね、そういった話をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。大丈夫で終わります。ありがとうございました。